ーファンの皆さん、元気ですか？元気があれば何でもできる。元気があればヴェルディナイトにも乱入できる。来てやったぞ。あ、お疲れ様です。この前わざわざクラブハウスまで来てもらった上にヴェルディナイトまで来ちゃう。何しに来たんだよ。何しに来たんじゃねえ、ボケろ。いいか、俺たちはわざわざ今日も松本から六本木まで暑さに乗ってやってきたんだよ。今度の日曜日 8.25 アジスタ、お前らヴェルディからな勝ち点3を分取りにしてやるから、え、ちょっと早めに来ちゃったんだけど、え、お前ら覚悟できてんのかこの野郎。いい度胸してんじゃねえか。あ、じゃあヴェルディさんよ、一つ聞いておく。今度のアジスタ、お前らヴェルディもし負けるようなことがあれば、これは勝負の時の運じゃ済まねえと思うが、どうなんだい。始める前から負けなかったんだろ。おい、お前らの意気込み聞かせてみろよ。東京来た、飛び上げろ。おいおい、まあ、まあ、仕切り直してとだな。去年アジスタ松本から退去して押し寄せてやったけど、今年も退去して押し寄せてやるからな。ま、松本が東京を制圧してやんよ。え、何？なんかないの言うこと。やれるもんならやってみろよ。やってないよ。どんなポケモン、そんなもんじゃダメでしょ。全然ダメ。誰も乗ってないじゃん。誰も聞いてない。ここヴェルディのホームなんで、こんなぬるい歌じゃなくて俺らの気持ち見せてやりましょうよ。皆さん準備はいいですか。東京ヴェルディ、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 東京ヴェルディ。待てやるなお前。やってくれたな。だからいいか、お前ら今連敗中なんだよ。うるせえ、うるせえ。俺ら2連勝中なんだよ。2連勝だよ。順位は俺ら11位だよ。まだ12位じゃねえか。勝ち点差しか変わんねえよ。はい、1点差でございます。はい、だから一つ言っておきたい。今1勝1敗1分けで、まあ五分の勝負をしてるわけだが、 8.25 は実は一つ全身全霊をかけて決着をつけてやろうじゃねえか、なあお客さん。おい新参者、東京2回目でさすがに慣れてきたね。まあおい、アジサスって帰んねえよ。まあ今日こんなイベントさせてもらって、新参者の松本さんに、2回目ね、噛み込みなんでごめんね。今日うちらが勝って、今日 8.25 勝って返してもらうぜ。よし、その心意気は受け取った。俺らもな、 8.25 だけじゃない、東京ヴェルディ対松本山が J1 昇格プレーオフスペシャルマッチ、これを目指してなやってやろうじゃねえか。ヴェルディナイトに来ているお客さんの皆さん、今日はな、俺たちの声をこのヴェルディナイトに引き響かせて最後帰ってやるから、一つ一緒によろしくお願いします。松本山田、松本山田。
ますけどねえ、なんかこんなハプニングがあるとは知らずねっ、本当に本当ね、次の試合は絶対にヴェルディは負けられない試合なんですよね。はい、ということで皆さん気持ちを一つにして、本当に今からヴェルディナイトじゃないな、ちゃんとタイム始めます。